この時計どちらかが偽物。私の奥さんがやられてしまいました。もしかしたら偽物と知らずにつけてる人がいるかもしれない。いや、本当に。さあ、これとこれ。どちらが本物でしょうか。これはスウォッチとオメガのコラボレーション時計。バイオセラミックムーンスウォッチコレクション。太陽系の星を見立てて全11種類。すごい人気があるみたいです。でもまさか偽物を捕まされるとは。違いを見てみましょう。皆さんご機嫌いかがですか？ダンディ M チャンネルの M です。正直、時計が好きでもこういうのがあるって知りませんでした。まあ、私は高級時計しか見ていなかったので、スウォッチとオメガのコラボレーション、バイオセラミック、ムーンスウォッチコレクション、共同ミッションと言いながら、販売はスウォッチ店舗だけ。しかも一部の店舗のみ販売という風になっています。オメガとの共同ミッションと言いながら、販売はスウォッチの店舗だけだし、バイオセラミックムーンスウォッチコレクションの名前の中にもオメガの文字がない。そんなことを感じながら、まあいろいろ事情もあるんだろうと、そこは流してやっていきます。どんなモデルがあるのか簡単に見ていきましょう。まずはミッショントゥザサン。まあ太陽ですね。でもなんでミッションがつくんでしょうか。まあいろいろ事情もあるんでしょう。名前の下の部分を読んでみると、明るい散麗仕上げゴールドのコレクションとあります。こちらはミッション2マーキュリー。マーキュリーは水星。こんなイメージです。この色の感じは好きなんですが、イメージが水星となるとなんか地味なような。名前の下にはディープグレーで瞬足の使者、瞬足マーキュリーへのオマージュとあります。彗星って瞬足だったんですね。次はミッション2ヴィーナス。ヴィーナスは金星。金星の色はもっと赤茶けたような、そういう色だったような。この色はヴィーナスという言葉に持っていかれているんでしょう。名前の下の文字は薄いピンクに楕円形のサブダイヤルで愛の惑星をたたえますとあります。なるほど、たたえています。そしてミッションオンアース。名前の下にはブルーとグリーンで私たちのかけがえのない惑星を祝うとあります。祝うなんかよく分かりませんが、ブルーとグリーンとありますが、私にはブルーが黒に見えますが、これはまあブルーなんでしょう。ダーク寄りのブルーみたいです。次はミッショントゥザムーン。月です。名前の下にはオメガスピードバスタームーンウォッチのデザインサイズに正確に従いますとあります。やっぱり何か日本語がおかしいんですが、そのオメガの時計はこれ。これ金額は定価で89万1000円。おそらく金額は10倍以上8万円と間違えそうでした。見比べてみるとそっくりです。質感は違うんでしょうが、この金額の差は10倍以上。あ、言っておりませんでしたが、このバイオセラミックムーンスウォッチコレクションという名前の中にオメガという名前は入っていませんでしたが、ここにしっかりオメガのマークが。同じデザインでスウォッチの感覚で販売する面白い一品だと思いました。次はミッション2マース。火星です。名前の下の文章にはアラスカプロジェクトウォッチの針に燃えるようなレッドのトーンとあります。調べてみるとオメガの中でアラスカプロジェクトというのがあったようです。気になる方は調べてみてください。語れる時計になるかもしれません。次はミッション2ジュピター。木星です。名前の下の文章はオレンジのウルトラマンの秒針がついたブロンズカラーのコレクター向けウォッチとあります。ウルトラマンなんかよく分かりませんが、そう書いてあります。この秒針のことをこの業界ではウルトラマンと呼ぶのでしょうか。奥が深い。私もまだ知らないことがいっぱいあります。次にミッション2サターン。土星です。名前の下には6字位置に土星の輪を配した美しいベージュとあります。確かに土星が描かれている。でもこれよく見ると顔に見えます。次にミッション2ウラノス。これは天王星。名前の下にはギリシャ神話の天の神に捧げるペールブルーとあります。この色は好きだ。好きだけどつけられない。この色はおっさんには厳しい。次はミッション2ネプチューン。これは海王星。この色なら大丈夫。文字の下には氷つくようなディープブルーで大きな氷の惑星をたたえますとあります。次が最後ミッション2プルートゥー。冥王星。名前の下の文章はグレーでバーガンディ色の純惑星とあります。いや、偽物の話をしようと思って時計の説明をしたらこんな時間になってしまいました。もう6分過ぎてしまいました。今からやります。まずパッケージからですが、パッと見同じ。ただ指触りが違いました。ちょこちょこうちの奥さんの手が入ってきています。本物の方はザラザラとしたような質感。これも比べてみてわかること。この黒の部分の箱の質感は同じような感じでしたが、よく見ると印刷されているところが粗いような。また手が出てきた。この違いを皆さんにお伝えしたくて思わず手が出ているみたいです。どうして偽物を買うようなことになってしまったのか。このコレクションは人気が高くなかなか手に入らないみたいなんですが、インスタの中で定価で販売されているのを見て思わず注文してしまったみたいです。ただ商品のお金の支払い方は商品が送られてきての着払いしか方法がなく、注文した後におかしいと思いお金を払わずに返却しようとしてたみたいなんですが、運が悪いことに商品が不在の時に来て、私はその話を聞いていたんですが、2世帯住宅で一緒に住んでいる親はその話を聞いておらず、そう、その通り。あ、質感違う違う。こっちはやっぱザラザラしてみて、質感が違うでしょ。光沢。親が気を回して払ってくれたんです。うちはインターホンも別にしており、いなかったらそのまま持ち帰ればいいのに。いや、そういう時は持ち帰ることも多いんですが、その時はたまたま親が外にいた。なんかあったんでしょう。それでは肝心な時計本体を比べてみます。ちなみにこの箱は光沢が違いました。光沢がある方が本物。まずベルト部分ですが、見てわかりの通り偽物の方はヨレヨレです。こちらが裏の部分、そして表側はこんな感じ。これ騙されてそのままつけてる人もいるんじゃないかな。まず手に持って感じたのは重さが違う。重さが違うよ全然。これ時計の種類は変えています。まずはこれ本物。重さは 30g でした。そしてこちらが偽物。これ 67g 倍以上。こちらが本物、これが偽物。文字盤については偽物でも違和感はありません。ただケースの形状が違う。前のガラスかな、プラスチックかな、その部分が偽物は盛り上がっています。また一番分かりやすいのはこの横の厚み。偽物の方は分厚くなっています。重さも倍以上違いましたから、中身は安いものが使われているんでしょう。これケースはプラスチック製なんで、偽物を作るのは作りやすいのかなと思ったりします。よく見ると裏の部分の文字が偽物は荒々しいというか雑っぽく見えます。白い方が本物。光の加減であ、文字があるかなと分かる程度。こういうのがおしゃれ。私はチラリズムの法則と呼んでいます。この時計はネットでの販売はされていません。またヤフオクやメルカリも偽物だと気づかずに販売している人もいるかもしれません。偽物の方にはちゃんと保証書も入っていました。皆さん十分ご注意を。店舗にもなかなか置いてないみたいなんで、比較するのは難しいのかもしれません。本物も購入してからわかること。これは案件ではないので、あしからず。人助けの注意喚起情報です。役に立てたかな。